皆さん、こんにちは。メディア演習 B の授業を始めます。担当講師のむたです。今日は、初めてのプログラミングということで、まあ、実際にプロセッシングを起動し、プログラミングをして、そして実行してみて、でそれで、まあ、プログラミングの基本を理解していきましょう。はい。それでは、進んでいきます。まず、今日の授業で習得する内容を確認しておきましょう。 今日はこの以下の学習により最低限プロセッシングを動かせるようにします。まずはじめにプログラミング、プログラムを読んでいます。プログラムを読んで内容を考えてみるんですね。次にそれが終わったらプログラムを実際に書いています。まあ、ここである程度プログラミングの知識が身につきますので、まあ、それで書いています。その後、それが正しいかどうかをまあ、確かめています。実行しています。 で、これで一応とりあえず動くんですけれども、まあその後、まあ内容についてきちんと理解していくと。そういうことをですね、やっていきたいと思います。はい。それでは実際にプログラムを読んでみましょう。で、プログラムって何っていうとプログラム。これがプログラムなんですけれども、まあなんかいろいろ文章が書いてありますね。 で、これ何かということなんですけども、まあ私たちはよく、あの、例えばアドビのソフトとかですね、クリックしてコンピューターを操作します。で、その代わりに、まあ、このプログラムというのは文書ですね。こういったなんか文書でコンピューターにこういうことをしてくださいという感じで指令するということになります。まあこれがプログラムということになります。じゃあちょっとこのプログラムですね、まあ読んでみましょう。 で、そうすると、まあ、最初は、まあ、イントはちょっと今わかんないとしても、まあ、これは個数、量ですね。値段、合計、ですね。で、それで、えっと、値段が100、個数が6、で、合計が、えー、値段かける個数と、いうことが推測されます。ね。で、それでその後、プリント、えー、ということなので、なんか、値段を印刷してるのかな 次にこれはプリント、こう書いてあるから、えー、個数を印刷しているのかなで、最後にこれがトータル。というわけで、トータルがいくらかを選択しているのか、あ印刷しているのかなというふうにですね、推測されます。まあ、今のところそんな感じで、まあ、構いませんけども、こんな感じでですね、プログラムというのは、まあ、コンピューターに対する指令文章なんですが、人間が読んでもある程度わかるようになっています。 えー、つまりこれは100円の商品6個で合計いくらになるかを求めるプログラムなんじゃないのということで大まかにはそのです、ね、意味が推測できるようになってます。というよりですねもっと簡単的に言ってしまうとプログラムを書くときには分かりやすいように書くことが必要です、まあ、パッと見てあこういう意味なんだろうなって、まあ、分かりやすいように書くこれが大変重要です。 あの時々ですね訳のわかんないプログラムになる人がいますがそうではなくてなるべく分かりやすいように、まあ、プログラムを書くことが必要だということになります。はいするとですね先ほどあのこのプログラムっていうのはコンピューターに対する指令文書のようなものというふうにまあここで言ったんですけれどもあのその指令の仕方というのはですね、まあ、文法やり方が決まってるんですねやり方が決まっています。 でやり方が決まっていて、かつですね、そのやり方もいろんなものがあります、ねえー。いろんな人が作ったので、いろんなやり方があるんですね。で、そのやり方がいろいろあって、しかも書かれてるのがこういう、なんか英語の文章のような感じですよね。えー、というわけで、やり方それぞれに対して、言語という名前がついています。まあ、例えば、この授業でやる、これはですね、えー、プロセッシング言語などと呼ばれますけども、他にも有名なこととしては、えー、C 言語とかですね、 えー、JavaScript 言語とかね、えー、いろいろな言語があります。ね。はい。というわけで、えっと、まあ、いろんな言語があるということなんですけども、この授業では、プロセッシングという言語を学んでいきます。はい。えっと、それではですね、まあ、説明が終わりましたので、今度は実際に、このプログラムを書いてみましょう。ね。はい。えー、ということで、えっと、まず、プロセッシングを起動してください。 はい。えっと、それではですね。まあ、これを、まあ、これプロセッシング起動した画面ですけれども、まあ、これをですね、実際に打ち込んでいきましょう。英語入力モードですね、えー。はい。それじゃあ実際にこのサンプルプログラムをですね、プロセッシングに入力していきたいと思います。これはプロセッシングを起動した画面になります。 であの入力するにあたってですね、あの日本語使えないようにしてください。日本語ではなくて英数字ですかね。英数字入力をしてください。まあ、日本語だといろいろトラブルが起こることがありますので、英、まあ、数字入力ですね。まあ、メールアドレスも英数字ですよね。それと同じように英数字で入力します。はい、それではやっていきます。 えー、こんな感じですかね、えー。ちょっと皆さんやってみてください。はい。えー、それで皆さんあの書いていただいたと思いますが、人によってはですね、えー、ちょっとエラーメッセージとか、ね、出た人いるかもしれません。例えば、はい。えー、まあ、これ、こういう風にプロセットやったんですけど、そうすると、はい。ここにですね、変数プロセは存在しませんとかね、出てきます。えっ、ー、と、これエラーメッセージになります。ね。 で、これ、エラーメッセージが出たら、このエラーメッセージの指示に従い、あ、プロセスは存在しないのか、あ、ここ間違ってるね、というわけで、えっ、ー、と、プライスってやったので、ここにプライスとするとかね。そうすると消えますよね。えー、で、こんな感じで、なんかここにエラーメッセージが出たら、えー、そのエラーメッセージの指示に従い、自分で、えっ、ー、と、まあ、訂正してください。他にも、ここを消すと、 あこちらですね。えっ、ー、とまあ、高級そでこちらの方に、セミコロンがありませんで、エラーという,うに書いてますので、じゃちょっとここにセミコロンをプチッというふうに入れます。はい。こんなふうにしてですね、まあ、あのー、ここにある場合とですね、ここに出なかった場合には、このエラータブを押すとね、えー、見えることがありますので、とにかく、えっ、ー、とまあ、エラーがね、一切なくなるまで、 修正をしてくださいでこれが結構プログラミング大変なんですけどねまあでもこれはもう慣れていくしかありませんので頑張ってエラーが1個も出なくなるまでやってみましょうはいそれじゃあここまでですね頑張ってエラーメッセージ出た人はエラーメッセージを見て直していってくださいはいそれじゃあですね今度はプログラムを実行していきたいと思います まあもうこのエラーはなくなったとしてやっていきますけれども、えー、実行するにはですね、プロセッシングの場合、ここのボタンですかね。ここ、あ、今実行で出ましたね。ここを押します。えー、ただし今これ、あの僕はこれエラー、エラー表示になってますので、ここのコンソールっていうところを押して、ここは黒くなるようにしてください。いいですかね。これじゃなくって、このコンソールを押して黒くなるようにします。ここに結果が出ます。はい、えー、それじゃあやってみます。はい、この状態で、この三角形を押します。すると、 はい、出ました。プライス100円、えー、個数が6個、トータルが600円というふうに、えー、出ましたあ。ちょっとこれですね、ピリオドになってますので、ちょっとここ直しましょうかね。こうか。はい、これで OK ですね。プライス100円、えー、個数6個、えー、合計600円というふうになりました。